触診技術を向上させるポイントについてです。一つ目が、まあ、機能解剖学をやっぱり細かく理解すること。まあ、例えば、まあ、大腿直筋を例に挙げます。大腿直筋を例に挙げれば、内側には内側後筋があって、外側には外側後筋、深層には中間後筋がある。まあ、ここは、まあ、オーソドックスな部分だと思いますけども、隣接する組織や、その筋の走行を理解すること。そして動きをそれらを含めて三次元的に捉えれる。それから二つ目、適切な圧力を組織に対して加えること。まあ、組織の深度です。例えば今言いました、例えば大腿直筋を触るのであれば、大腿直筋はもちろん表層に位置しますので、表層を触るだけでいいんですね。ですので、それを必要以上にぐーっと深く圧迫してしまうと、それは中間後筋に対して圧力を届けていることになります。そうするともう自分がその圧力をかけて動かしているその軟部組織の感覚っていうのが、まあ、大腿直筋か中間後筋を動かしているかっていうところでも全然変わってきてしまうんですね。ですのでやっぱり組織の深度を、まあ、正しく、まあ、理解すること。まあ、深度といいますか、深層に何があって、この筋肉が表層にあるのか、深層にあるのか、まあ、そういったところですね。まあ、不必要な強度での圧迫を避けることっていうのが大事です。まあ、あくまで本当にそこに存在している組織を触れるだけなので、まあ、本当にやっぱり解剖学、理解して、そこの、まあ、解剖通りにそこにあるものを触れていく。こういった手順が大事となってきます。で、圧痛の取り方です。ちょうどこのタイプは方向筋を貫通しているタイプですね。方向筋の中に神経が入っています。方向筋遠位部の筋幅を確実に捉えることです。この方向筋を確実につまむ。これが大事です。まあ、方向筋の遠位を触るわけですね。で、副座位神経の領域に行きます。これをさっき方向筋やったと思うんですけど、この中を貫通してたり、前方を走行してたり、当然これはわからないわけです。体表上からは。判断できませんので、そこを細かく見るのが大事なんです。この内側後筋の方向筋の間をこうやって触る。そこで圧は著名な圧が取れるかどうか。方向筋の筋腹部をこうやって、左右動かしながら、一番クリティカルヒットする場所を見つけるかどうか、あるかどうかです。で、この後ろの後円側。これらを全部くまなくチェックしていきます。で、あとは、まあ、先ほどこれやった通りなんですけども、方向筋、これは比較的もう、リフトオフではなく、潰す、つねる。多分めちゃめちゃ痛いと思います、皆さん。でも他のところをつねったところ、つねるというかつまんだときと、方向筋の場所をつねったときとで、痛みの感じ方は違うと思うんですね、健常者でも。これが副座位神経なのに、もちろん方向筋の筋、内圧とかそういったものもあるんですけども、この中で、ピリッとしてくるとか、そういうこと持続的にここをぐーっとつまんでるときに、だんだん症状が波及してくるとか。まあ、まず自分の体でこれたくさんやっていただいた方がイメージがしやすいと思います。本当にクリティカルに点でそこを抑えると、膝前内側部の方、だんだん違和感出てくるんですね。どうやって触るのって思うと思うんですけども、結局今やったその MCL だとか、大内転筋結節だとか、そういったランドマークを結局しっかり触れれば別にこういった神経の圧を取るのは難しくないということです。